チャンネル。はい、こんにちは、モンペです。はい、今回はうまいカレー、札幌競馬場で去年もらったカレーを食べてみたいと思います。ちょっとね、掃除が行き届いてなくてすいません。こちら賞味期限2022年の6月、今日は7月5日、ちょっと過ぎてるんですよね。ちょっと過ぎてるんですけれども、まあギリギリ大丈夫だろうということで食べてみます。はい、カレー職人ですかね、もともとの商品は。まあそれと札幌競馬場がコラボしてうまいカレーっていうのをですね、こちら昨年2021年の最終開催の最終日ですね、そちらで配っておりました非売品でございます。こちらを食べてみたいと思います。はい、では用意していきます。まずこちらですね、出していこうと思うんですが、ちょっと片手だと出しづらいでございます。まあちょっと汚い台所見えておりますが、こちらレンジで温めることができるようですね。で、裏と表ということで、このままレンジに入れていきたいと思います。はい、レンジで600ワットだと1分20秒のようですね。600ワットだと1分20秒、なのでちょっとこちらですね、600ワットで1分20秒にセットしてスイッチを入れていきたいと思います。はい、では入れました。そして温め完了です。ライスは玄米を使用しております。ダイエット中なので、こちら半合分ですかね。それでもちょっと結構入れすぎちゃいましたかね。はい、ルーをまたこれもね、片手で開けて入れるの難しいですね。はい、ちょっと難しいです。まあちょっとね、袋の中に若干残ってる気がしますが、これでよしとします。はい、どうでしょう。これはザカレーですね。何の変哲もないビーフカレーとなります。ただちょっとですね、チキンカツオ、あれちょっと切れてないですね。切れてないって昔あったんですが、もう通じない世代の方が多いですかね。はい、チキンカツを入れてみました。で、今度きちんと買ってくれるでしょうっていうことですね。はい、完成です。チキンカツカレーの完成となります。はい、それではいざ実食といきましょう。あー、久々の米です。ずっとオートミール生活していたので、ちょっと久々のお米となります。あー、うまいですね。しかしもうちょっと机きれいにしとけばよかったという後悔があります。はい、ちょっとね、いろいろここで作業してたりしてるのでゴミが映っちゃってますね。ちょっとそっちの方が気になります。はい、すいません。美味しいカレーを移したいのに、ちょっとね、食べてると片手で写しながら片手で食べてるので、実にアングルがひどいですね。ほんと申し訳ございません。まあ、ちょっとね、もう賞味期限ちょっと過ぎちゃったんですけれども、美味しいですね。はい、さすがです。カレー職人、中辛。なんでしょうけどね。はい、いや、美味しいです。思い出がありますね。これ、単勝万馬券取ったんだよな、なんて思いながら。懐かしい。ね。で、フォロワーさんとも会えましたし、札幌競馬場で牛丼も食べましたし、ね、去年の、まあ、確か去年の動画にあったかな、作ったかな、ちょっと覚えてないですけれども、やりましたね、札幌競馬場グルメかなんかやったと思います。まあ、そちらも見ていただけたらと思います。あの時にもらったカレー、今食べてるんですよね。札幌競馬場といえば、やっぱりですね、自分が出資していたネオリアリズムがですね、大活躍した競馬場でございます。特にですね、モーリスを倒した札幌記念はですね、本当に痛快でしたね。生で見ていたかったですけどね、なぜか川崎競馬場で見てましたね。はい、妹がちょっと東京に出てきていたので、まあ、兄である僕が競馬が好きだっていうことで、ちょっとじゃあ競馬場行ってみるかっていうことで、特に開催はなかったんですが、ウィンズとして営業してたので川崎競馬場に行ったっていうことですよね。その時にですね、ネオリアリズムがモーリスに勝って札幌記念優勝した時がありましてですね、本当に嬉しかったですね。去年は去年でですね、ちょっと行ってしまったんですけどね。もう楽しかったですね。最後の最後でひょこっと行ってしまいました。今年もですね、また9月に北海道行こうと思いますので、その時に札幌競馬場とか帯広競馬場、紋別競馬場をまたですね、同じような映像になるかもしれませんが、また映したいと思います。また新しいものとかね、あればいいなと思いますけれども、最新の北海道、また動画作りたいなと思いますね。これ最後の一口がですね、どうしても食べづらいんですよね。不細工な顔がスプーンに映ってたら本当にごめんなさい。はい、じゃあ食べきりました。ごちそうさまです。本当にごちそうさまです。美味しかったです。はい、ただカレーを作って食べる、まあ作るっていうか、まあカレーレトルトなんですけれども、カレーを食べるだけの動画でございました。ちょっとまた毛色の変わった動画でございましたね。まあちょっとこういうのなんか珍しかったのでやってみました。本当に
興味なかったらごめんなさい。またよろしくお願いします。はい、よろしかったらチャンネル登録お願いします。ではまたね。シュワーチ。あー、まあモンペ君ネタがないからこういう動画増えると思います。すいません。じゃあね、またね。